大和ワイルドボアは、日本の競争馬である。2007年11月25日の、第5回東京競馬最終日、第2競争の新馬戦で、安藤勝美騎乗でデビューし2番人気に押されたが、結果は発着だった。翌2008年1月19日、第1回中山競馬5日目第5競争の3歳、未勝利戦で、後藤博樹の騎乗により3戦目にして初勝利を挙げる。 続く、東京競馬場での新緑賞で、北村博士が起乗して2勝目を挙げる。その後、東京優春競争トライアルのプリンシパルステークスに、挑んだが7着と敗れ、東京優春出走はできなかった。夏は、新潟競馬で特別戦を2度使われたが、いずれも3着という結果であった。秋になり、中山競馬場でのセントライト記念に、北村博が、 再び起乗して出走。9番人気と低い評価であったが、第1コーナーで2頭が、落馬競争中止するという波乱の展開の中、最後の直線、残り2波論で、松岡正会起乗の人気のマイネル・チャールズが、先頭に立ち、そのまま、ゴールインする瞬間を捉えてハンバシン差し切り、重傷発制覇を飾るとともに、菊花賞への優先出走権を得た。 続く、菊花賞では、中段でレースを進めるが、直線で伸びあぐねて8着に敗れた。続く、ジャパンカップでは16着と大敗した。明け4歳初戦は2009年1月4日の中山金杯だったが、人気通りの8着に敗れた。続く、日経賞では、中段からレースを進めるが、直線で伸びあぐねて5着に終わった。 続くオープン特別、メトロポリタンステークスでは2番人気に押されたが、またもや直線で伸びあぐねて6着に敗れた。続くメグロ記念では、道中後方からレースを進めたが、不良馬場が答えて14着と大敗した。休養を挟み、9月27日のオールカマーに出走したが11着と大敗した。 続く、アンドロメダステークスでは、見せ場なく12着と惨敗した。続く、ステイヤーズステークスでは、中段追走も伸びきれず6着に敗れた。5歳となった2010年の初戦は、前年同様中山金杯に出走したが、終始後方のまま10着と大敗した。続く、アメリカジョッキークラブカップでも9着に敗れた。続く、ダイヤモンドステークスでは、 中段追走も伸びきれず13着、日経賞では6着、メトロポリタンステークスでは7着に終わった。その後休養から復帰することなく、地方競馬への移籍を前提とした形で、翌2011年2月10日付で、JRA の登録を抹消。同年3月に、大井の立花新旧車に移籍する。だが一度も走ることのないまま。 2012年10月1日付で登録を抹消された。栃木県小山市の小山乗馬クラブで乗馬になることが場所側から発表された。父アグネスタキオンについては、同馬の功を参照。母の母スワバイトの産区には、外専門賞優勝馬スワアブダンサーがいる。ありがとうございます。